早速まかない方に命じて調理させろ。上様、何をなされます。じい、野田、今夜は久しぶりにうまい鯉が食えるぞ。お嬢さん、この池の鯉は食前に供するために飼っているのではございません。次たるは及ぼざるがごとしだ。はこの池の大きさに比べて鯉の数が多すぎるというのだ。これでは水が汚れて一匹残らず死滅してしまう。ならばいっそ夕飯の際にした方が経費の節約にもなるであろう。いや、しかし何も上様御自ら水の中に入らずとも、お風邪でも召されたらどうなされます。いらざる心配だ。この吉宗、池の水を浴びたくらいで。上様、拍手。